プグは、農民と、海で自らを守るタラッサタタタラッッサは、ギリシア神神話の女神である。タロッタとも呼ばれる。海を神格化した現書神で、ポントスの女性版である。地中海を擬人化したものと考える著作家もいる。アムピトリーテイやテーティウスのような海の女神と同一視されることもある。ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスによると、タラッサはアイテールとヘイメラーの娘で、 ポントスとの間に、魚の一族を産んだ。またタラッサの子供には、テルキーネス一族と、その姉妹であるニュムペイのハーディアー、あるいは、ブリアレオスがいたとも言われる。ノンノスによれば、タラッサはクロノスが切り取って、海に捨てた、ウーラノスの生殖器のために多そんであり、そこからアプロディーテイが生まれたという。パウサニアスは、コリントス、イストモスのポセイドオンシニーキには、 タラッサの像があったと伝えている。神殿前室内には、ブロンズ製のポセイドーン像2体、アンピトリーテー像と並んで、タラッサの像があった。また室内には、アテーナイのヘイローデースが奉納した所像があり、その中の一つであるアンピトリーテーとポセイドーンの像が立つ戦車の台座には、幼いアップロディーテーを抱きかかえるた、ラッサの姿と、命令デスが浮き彫りされていた。 またガレーネとタラッサの像もあった。ありがとうございます。